はい、おはようございます。ラスカルでございます。本日はこちら埼玉県熊谷市に来ております。熊谷といえばいろんなデカ盛り美味しいご飯ありますね。本日ね、訪れておりますのがこちら、僕の後ろに見えております、以前ですね動画でも撮影させていただきましたこんこ屋さんに来ております。こちらのお店さんではですね、以前熊谷混ぜうどんなる新たなね熊谷のご当地うどんをデカ盛りでいただきましたけれども、今回はですね原点に戻るということで通常のつけうどんいただこうかなと思っております。前回いただいた混ぜうどんの方はあったかいおうどんですのでコシもありつつもちもち感を楽しむそんなメニューなんですけれども、今回はつけうどんということでしっかりと締めてある冷たいおうどん、コシを楽しんでいきたいと思っております。でお願いしている量がですね、茹で後で4キロほどですね、これを桶に持っていただきつつ1種類のつけ汁ではなくて3種楽しんでいこうと思っております。今回はですねデカ盛りといえどもチャレンジメニュー等ではなく、このこんこ屋さんの美味しいうどんをがっつりと楽しんでいこうと思います。ということでシーンが変わりまして、こんこ屋さんの店内に入っております。しかも本日いただくデカ盛りは完成しております。本日は茹でたあと4キロのねうどんとなっております。で今回ですね1杯目いただいたつけ汁が通常のザルですね。まずは冷たいシンプルなつけ汁でいただこうと思います。それでは本日もこちらデカ盛りをいただきます。ちょっとねつけ汁行きたいところなんですけど、こんこ屋さんのこのおうどんですね、これ麺が単体でも美味しいので、まずそのままですね。ありがとうございます。またお願いします。ありがとうございます。気をつけて。うまいな。おうどんの香りにコシで、ちょっとした塩分があるからこその甘みとね、これだけで食べ過ぎちゃうんで気をつけないといけないんですけど、うまい。お客様です。ワートもお客様です。うまいな。お客様1名様です。今日はねちょっとつけ汁3種類いただく予定なので、さすがにこの辺りで使わせていただきます。うまいな。うまい。シンプルだからこそこの出汁の旨味とうどんの甘みと香り、ここが合わさる感じ、他のつけ汁よりもやっぱり一番その点感じるかも。シンプルってうまいよな。このこんこ屋さんのおうどんっていうのは幅広縮れなんだけど、外側がねピロピロしてるんですよ。そこはこのつけ汁をガッとすくい上げるというか、麺と出汁の感じうまいです。さすがにそろそろこのいただいてる薬味使って試さないと、この後のつけ汁分のおうどんなくなっちゃうんで、いただいてるこちらのネギと生姜を入れさせていただきます。うん、うん、まっ。やっぱ生姜効いてるな。この生姜のピリッ
とした爽やかな香りがよりこの小麦の甘みをかきたてるというか、うん、これはうまいな。よ、ちなみにこれでお断ちします。さあ、これで全部。どうしよう、この一種類のつけ汁だけでどんどん食べちゃうんですけど。ちょっと一杯目でですね、楽しみすぎまして、あっという間に少しずつですね、オッケーの底が見えてきちゃいました。なのでさすがにね、ちょっと2杯目注文させていただきましょう。あ、すいません、ありがとうございます。ありがとうございます。ということで本日2種類目のつけ汁ですね、こちらが魚介豚骨ということで、僕がね最初にこのこんこ屋さんに来たのがテレビ番組でね、お邪魔させていただいたのがきっかけでして、その際にこのつけ汁いただいて好きって思ったきっかけの一杯なんですよ。確か前回の動画でも並盛りで紹介はしたんですけど、これがまたうまいんですよ。おい、豚骨特有のね甘さと魚介のこの香ばしさ、それが合わさった一杯でして、でやっぱさっきいただいたザルと違ってね、スープがあったかいのでうどんをつけると表面が柔らかくなってくるんですよ。よりねこのうどんの甘みを味わえるというか、好き。うーん、このこんこ屋さんではご当地うどんとしてね、熊谷混ぜうどん、発祥として販売しておりますけれども、魚介豚骨もメインの一品になりますので、ぜひねこれ皆様もお試しください。つけ汁自体が豚骨だったりとか魚介の旨味も入ってるんですけど、具材ね、豚のバラ肉だったりお揚げが入ったりとか、また違うこの脂の美味しさってのが入ってるから、なんかねがっついちゃうんですよ。この全部混ぜ合わせる感じたまんないね。そろそろちょっとこの2杯
目もつけ汁なくなっちゃいそうなんで、最後のね3杯目注文しちゃいましょうか。正直ね、今ずるずる行き過ぎちゃいまして、お腹に余裕があるからね、このまんま調子乗っちゃうと麺足らなくなっちゃうね。お肉汁うどんです。ありがとうございます。ということで本日最後3杯目のつけ汁ですね。こちらが濃厚になるんですけれども、これ分かりますかね、背脂入ってるんですよ。匂いがさっきのと全然違う。うまそう。いやこれも絶対美味しいな。商品名はね濃厚なんですけれども、意外にこのスープの質としてはさらっとしてるんですけど、何が濃厚って味が濃厚。和風だけじゃなくてちょっと香ばしくて、中華にも寄ったようなパンチ力が濃厚だね。ちょっと待って、こんだけの残りの麺で足んないかもしれない。お疲れ様です。はい、お外嫁様ステーキです。はい、です。でもあんなにあったうどんが残りわずかになっちゃったな。もう残りでいうところの1人前ちょっとくらいか。でもなんだかんだこうやって腹8分目ぐらいで終われる撮影が一番幸せなのかな。前回は確かデカ盛りで混ぜうどんいただいた後にもっと食べたいと思ってね、並盛りでつけうどん注文しちゃったんですけど、今日はしっかりと我慢してここで終わらせましょう。せっかくなんでこの濃厚に唐辛子も追加して。はい、お願いします。お待たせいたしました、ごゆっくりどうぞ。うまっ。やっぱこの豚の脂感に唐辛子って合う。そしたらもう桶にあったうどんはこれで最後ですね。ごちそうさまでした。
はい、ということでですね、本日はこちらこんこ屋さんで美味しいおうどん、とんでもないデカ盛りでいただいてきました。以前の動画ではですね、このこんこ屋さんから発祥となる元祖熊谷混ぜうどんをデカ盛りでいただいたんですけれども、シンプルに麺を味わいたいと思いまして、おけうどん特盛りいただきました。今回いただいたつけ汁に関してはシンプルなものから濃厚なものまでね、幅広くいただいたんですけれども、全部美味しいです。もちろん今日いただいた以外にもつけ汁種類ございますので、皆様もね、いろんな種類を味わっていただきたいなと思いますし、今回のこの4キロのおけ盛りですね、これ特注のデカ盛りっていうわけではなくて、こちらのねメニュー表にもある神盛りという4キロデカ盛りをいただきました。もちろん少食の方には普通盛りよりも少ない小盛りも注文ができますし、いっぱい食べたいよっていう方は4キロまでも増量できると。こちらのねこんこ屋さんに来ていただければ、どの方でも満足がいただける素晴らしいお店さんですので、ぜひですねこの動画を見て気になった方はこちらのお店で美味しいおうどん食べてみてください。はい、ということで本日もご視聴ありがとうございました。この動画だと思ったらチャンネル登録、コメント、高評価、またですね最近ではサブチャンネルでも活動を始めておりますので、こちらは合わせて概要欄からチェックしてみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。